どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはヘルゲートシティ。廃墟の街を巡り、怪物を避けながら地獄の門を開くためのアイテムを探すホラーワールドです。ワールドに入ると注意事項があります。英語なので翻訳するなりして目を通しておきましょう。ユーズしたら先に進めるようになります。壁側にはライトの設定がありますのでここで設定しておきましょう。建物から出たらあとは目的のための探索開始です。ライトであたりを照らし先に進んでいきましょう。外は何匹か怪物が闊歩しています。ぶつかるとどこかに飛ばされるので注意です。番号が書かれた建物を探し出し、中に入った遺骨などをユーズすればイベントが発生します。建物ごとにすべきことは若干異なりますが、中を探索すれば何をするべきは容易なことでしょう。もちろんホラーということもあり、ほとんどのイベントにはジャンプスケアなどが発生するようになっています。お約束のごとく飛び出てくるので、苦手な方は注意して挑んでいきましょう。イベントが終わったら心臓が手に入ります。これを橋にある祭壇に6つ捧げることが目的となります。こんな感じで廃墟の街を探索し、怪物を避けながらアイテムを探すホラーワールドです。探索要素、イベントごとに違う演出、心臓をすべて捧げた後もまだまだ続くことなど。プレイタイムは1時間半から2時間と、かなりの大ボリュームとなっています。超大作かつ、全体的にグロテスクな描写が数多く存在していますので、ショッキング描写に弱い方は注意して挑んでいきましょう。そんな感じで廃墟の街を探索するホラーワールドを皆さんもぜひ遊んでみてくださいね。